マッチ棒パズル、正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6+2=8 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-4=5となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は18-16=2となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8+2=3+7=10となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は8×6=32+16=48 となり、正しい式になりました。第6問。巻き棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は95=95=95となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。